はい、どうも、あつしです。皆さん、ピザラ人狼の僕の解説部屋を今まで見てくださってどうもありがとうございます。ですね、ピザラ人狼は MVP とかそういったものが、なかったんですけど、勝手に僕が個人的な MVP を選びたいと思います。で、その前に今回ですね、結構いろんなすごくね、いいシーン、ファインプレーがたくさんあったので、全部はピックアップしきれないんですけども、僕が個人的にうわいいなとか、このシーン惚れたなっていうシーンをベスト3をピックアップして、皆さんに勝手に発表したいと思います。それでは早速いきましょう。アツシが選ぶスーパーファインプレー第3位、大石正義のライン切りです。これはね、惚れましたよね。岩渕さんと黒人さんに票が集まってて、で、大石さんと黒人さんは2人で人狼をやってたんですけどね。大石さんはあそこで岩渕さんを殺すこともできたのに、あえて自分が決定票を入れることによって、自分がその後疑われないために、黒人さんをあえて、殺すという選択を取ったんですけど、あれはね、結構ね、玄人の動きで、大石さんって本当にまだ初心者なのに、よくとっさの場であれができたなって、結構ね、個人的に感動したので、第3位に選ばせていただきました。ではですね、そのシーンを振り返って一応皆さんもご覧ください。どうぞ。いや、黒潰すっていうのはめっちゃわかる気はする。確かに。はい、では5票獲得、皆さん投票されましたね。はい、大石さんの身内切りでした。かっこよかったですよね、本当にね。あれ、天国ルームをわー、身内切りしたって大騒ぎしてて、で、黒人さんもね、わ、よく大石さんあそこで俺を切ってくれたと。あの黒人さんから見てもあれはスーパープレーだったらしくて、僕もね、すごく感動してました。はい、ではですね、僕が勝手に選ぶスーパーファインプレー第2位を発表します。第2位はその大石さんの身内切りを見事見破って、あなた人狼なんじゃないのって当てた、もしも岩渕さんの考察です。あれも痺れましたよね。岩渕さんもそんなに経験がない、結構人狼初心者らしいのに、すごくね、考察も伸びてて直感も冴えてる、すごく強い、プレイヤーでしたよね。あそこもね、実は天国ルームめちゃくちゃ盛り上がってて、うわ、ライン切り見抜いたみたいな感じで、もう僕ら、加藤さんとかとすげーってね、天国ルームで言ってたんですよね。かなりね、僕はね、思わずそのシーンで、うわ、やばい、好きになっちゃいそうみたいなことまで思わず出てしまったシーンですね。ぜひそのシーンを、もう一度振り返って皆さんに見ていただきたいので、ご覧ください。どうぞ。さっきもなんか僕も黒人さん入れたんですけど、黒って言われるがままに入れちゃったんですけど、本当だ、私大石さん黒かなと思ってます。最後入れたのは仲間釣りで入れたのかなと思って、信用受けたいから。仲間釣りっていうのは、仲間に票を入れて自分が広めにしようっていう、そうかなって思ったり。大石さんはそんな人じゃない。いや普通にかばってくれてるけど。どうですか皆さん、すごいですよね。よくあそこで大石さんの身内切りを、しかも大石さんって結構初心者だから、大石さんがやることの方が結構予測できないですよね。例えば僕とか黒人さんがやるんだったらまだ経験者だし、なんかそういうこともしかねないなって思うかもしれないんですけど、あそこで大石さんがやった、それを見破った岩渕さんね、あっぱれでしたよね。はい、ではですね、本当にこれはもうクソかっこよかったっていう、僕が、一番感動したファインプレー第1位を発表します。第1位は黒人さんの加藤さんという霊媒師を守るために騎士を匂わせた投票シーンです。これはとってもしびれましたね。解説動画の中でも言いましたけど、初心者村ですよね。初心者が多い中で、まさかこの中に騎士がいたら、俺騎士って言ったら変なことになっちゃうかもしれないじゃないですか。それをあえて誰も喋れないタイミングで投票して、加藤さん大丈夫です、守れますって言って去ってったんですよね。あの時の黒人さんはもうとにかくかっこよすぎて、
もう惚れましたね。はい、ぜひですねそのシーンをもう一度ご覧ください。それではどうぞ。僕は大月さんに入れます。そしてうんこちゃん安心してください、守れます、大丈夫です。安心してください。やばくないですか、もうかっこよすぎ。エンターテインメントとしても、もうピカイチだし、とにかくもうダントツこのメンバーで可愛いしね、見た目も笑顔も声もね、体のフォルムももうマスコットキャラみたいですよね。もう超可愛いし、でめちゃくちゃかっこいいと、本当完璧なね自分のプレイヤーじゃないかなって、僕は思います。スーパーファインプレーはまあこれで終わりなんですけども、僕が実は一番度肝を抜かれたのはこの3つに入ってないんですよね。僕が一番度肝を抜かれたのはあゆみんですね。あゆみんのまさかの占い師で人狼を見つけてんのにもう一人狼を見つけるまで潜伏していきなり発表したというあのわけのわかんない動きですね。あれもうどうしても理解できなくて、僕ねどうしても聞きたかったんですよね。そしたらねあゆみんたまたま僕のツイッターを、フォローしてくれててメッセージくれたんですよね。で僕ついでに聞いたんですよ、あれ何だったのって。そしたらね結果的にほら大月さんと大石さんが人狼だった時なんですよね。で、あゆみんは大月さんの人狼を見てるのにそのまま1日潜伏してなぜか一ノ瀬さんに投票を入れて次の日へ迎えるんですね。で、そこでまた大石さんの人狼を見つけてるんですけども、あゆみんに聞いたんですよね、なんであれ大月さん見つけて一ノ瀬さんに入れたのってどうしても分かんなかったからね。それ言ったらあゆみんも私もよく分かってなくて一ノ瀬さんなんとなく怪しいと思って投票しちゃったって言ってました。これを聞いた上でもやっぱり僕は理解不能でしたね。結果あゆみんを理解しようとすること自体がもう僕はバカだったんじゃないかなって思ってます。でもとにかくやっぱりねどの人狼ゲーム見てもこんなシーンは見れないということで、とにかく、なんだろうな、また別枠でね一番度肝を抜かれたシーンだったので、ぜひその名シーンを皆さんにご覧いただきたいです。ではあゆみんのそのトリッキーな、わけのわかんない、占い仕様のシーンをですね見てください。どうぞ。はい、私占い師なんです。お、マジか、占い師なの。そう、さっき、あゆみん、もうこれ以上後だと人狼だと疑うからって、うんこちゃん言ってたから、いや、どうしよう、言えないと思ったけど、私2回ともちゃんと当てたんです。あ、霊媒師ってこと？占い師？占い師、うん、2回とも当てた。2夜過ごしたので、うん、言わないで1人言っていいんですよね。いや、2人とも1人でも言っていいんです。ヒビアンとオイさんが黒でした。すげえんだけど。当てた。展開して、待って待って、ピンポイントで、はい、オイさんが一ノ瀬さんに入れた時に、後でその後にヒビアンさんが入れたんですけど、この2人の黒人さんとオイさんの意見が分かるけど、うん、でもその時点で結構票が集まっててもう確定してるはず。またオイさん、ここに入れてもいいけど、もしそのままその意見さえしてたらつながりもあるかもしれないっていうのを見てたかもしれないし、なので全く関係ないトムさんに入れました、ヒビアンさん。てかなんで2日目で、一発で、見つけたんですか、ね、ちょっとそれが私はちょっと信じていいかちょっと分かんない。俺でもすごい信じるかも。私はここまで言えなかったんですよ、初心者で、そのまま私も占い師ですって言ってもよかったんですけど、さっきのパターンで、まあ、疑われたり、疑われちゃうからね、ね、もし、どっちかが食べられて守られなかったりしてもあれだって、もうここまで。ただなぜもうだ1日目で人狼見つけたってことですよね。多分どっちが先でした、1日目、あ、ヒビアンです。ヒビアンが見つけた時なぜ、2日目のそう言わなかった、占い師見つけました人狼って。そしたら一ノ瀬さん殺さなくてもよかったんですよ。そう、正直私市民から言わせてもらって、とても 何のやつか分かんないけど、どうしてそういうふうに言ったか分かんないけど、今すごくリスクのある行動をしているようにしか見えなくて。そう、私は日比谷と本当は一ノ瀬さんが鬼だと思ったから、日比谷さんがここじゃなくてトムさんに入れたと思ってて、最初はここだと思った。で今の夜で私は、もうみんなで出家せちゃったから、なんとなくドイさん、きっとドイさんの人狼だったから、あーと思って。はい、まあ、以上が、僕がすごいなって思った、今回ピザラ人狼のファインプレー集でした。ただ他にもねたくさんあったんですよ。
セラさんとかマリオさんもね、狂人として1日目であの人狼に白出ししたりとかね、あのあれもなかなかすごいことだし、あとは何よりね、加藤さんのグッジョブですよね。1ゲーム目のもう初日からグッジョブ起こすという、あれもめちゃくちゃすごいですよね。本当にすごいシーンはたくさんあったんですよね。で今回結構ね、人狼のチャンネルだとね、毎回あの MVP 発表とかってあるんですけど、今回ピザラ人狼でそういうのがなかったので、僕が今回勝手にピザラ人狼の MVP を発表しちゃいたいと思ってます。でこの MVP なんですけども、あのクロートは省いてます。例えば黒人さんなんてほらダントツ強かったじゃないですか。だから黒人さんはちょっとごめんなさい、この MVP には除外します。あと加藤さんもね、やっぱ全体的に立ち回りがうまくてすごく強かったので加藤さんも除外します。残された初心者の中で、あの初心者なのによくそんな考察できるねとか、そういった方を一人発表したいと思います。それでは、第1回ピザラ人狼、まあ、第2回あるか分かんないですけど、第1回ピザラ人狼の、アツシが勝手に選ぶ MVP、 それはもしも岩渕さんです。もしも岩渕さんは、あの考察もすごい伸びてたし、あとは直感でも誰々怪しいと思うっていうのをめちゃくちゃ当ててたんですよね。あとは唯一この中でライン切りを考えて、しかもそれを見事に当ててたっていうのが本当に初心者なのかなってね、あのとても思えないような動きをしてました。あとはやっぱり怒った顔がとても可愛かったので、個人的にはやっぱり岩渕さんすごくあの勝ってましたよね。あと人柄もすごくいいんですよ。僕がね、実は最近ツイッター始めて、僕全然常識とか分かんない人間なので、岩渕さんね、僕にわざわざ DM くれたんですよ。淳さん見てますよと、あのすごい勉強になってるよってね、あのくれたんですよね。で岩渕さん見てくれる、見に来てくれてるってことをツイッターで言っていいって言って、そしたら岩渕さん、あいいですよって言ったから、僕ね、岩渕さん見てるってツイートすればよかったんですけど、僕岩渕さんが来た DM そのままスクショしてバッて晒しちゃったんですよね。そしたらちょっとね、お前晒してんじゃねえよみたいな、非人道的な行為だみたいな叩かれて、僕めちゃめちゃへこんで、あやっぱ SNS って向いてねえな、怖えなとかって思ってたんですけども、岩渕さんにそれを正直に謝ったら、あ全然いいですよ、私もう全然ぶっちゃけちゃうタイプなんでみたいな感じで、あの笑顔で許してくれたんですね。そういった人柄も含めてですね、結構個人的に惚れたなっていうとこがあったので、今回の MVP は勝手に岩渕さんにさせていただきました。岩渕さんおめでとうございます。何もないですけど、はい、以上アツシが選ぶピザラ人狼のファインプレー集と MVP でした。そして次回ですね、あと1回だけピザラ人狼にあの余韻に浸らせてください。今回皆さんとってもかっこよかったんですけど、とっても可愛かったんですよね。その一人一人のね、可愛かったシーンを次は、僕が本当にみんなに見てほしい、ここ可愛くないっていうシーンをね、ピックアップしますので、それを最後に、ピザラ人狼の配信、あの解説をね終わりにしたいと思ってますので、次回アツシが選ぶみんな一人一人の可愛かったシーン、名シーンを、楽しみにしておいてください。はい、それでは、はい、アツシでした。さよなら。